うちのネッチさん。朝、学校に行こうとすると途中で立ち止まることがある。早く行こう。トイレに戻った。ネチさんは話せないので、なかなか理由がわからない。今日はどうした？今日は何だろう？クイズみたいだ。靴だ。ベルトが外れていた。正解。どっちがいいか、ネチさんに自分で選んでもらう。え、それはどっち？多分こっち。ハズレだった。っていうか最初からそうやって出して。もうついじゃったのに。ネッチさんはフードが大好き。一度かぶったら何度脱がしてもずっとかぶります。ボトルの蓋みたい。ネッチさんはお茶が好き。ちょっと飲みすぎなので、おしまい。でももっと飲みたい。おしまい。おしまい。それでもダメなら、コーラを振らないでよ。ネチさんはよくソファーで体育座りをしている。そのまま膝の上をテーブル代わりにする。
器用にいろんなものを乗せている。ちょっと怖い。そのうちこんなこともできるかもしれない。いやいや、それは無理でしょ。